なんか宝箱がある。宝箱がある。トライフォースの木。トライフォースが入ってるんでしょうか。ユウチのトライフォースがあってくれる。これですよ、宝箱。開けてみたい。開けてみるか。うん、何入ってた。あ、え、音が全部なんだけど。なんか本当にストライフォース。目玉だ、気持ちいい。わーいけー気持ち悪い。目玉とこれなんだ。地球グミ。地球グミ。え、地球食べるの。地球を食べてしまう。プチサイズ。これ食べられるの。別事件なのこれ。食べられるのこれ。これ全部で大全部で2つある。4個です。2個ずつってことね。はい。ということで、じゃあ食べてくれるのかな。なんだその顔。食べてくれるのかな。誰が食べるのかな。パパ。これなんでそうなった。俺が食うの。君がレビューしているんだけど、君が食べないとダメでしょ。まあ私はレビューしないんですけど。食べろ。ムスキッシュ食べろ。どうだ。え、ムスキッシュいなくなっちゃったよ。来て。逃げるな。うわ気持ち悪く、何これ食えるの。やば、ちょっと気持ち悪。目玉だ、目玉だよこれ。ほら、うわやばい、これ何これ。ほら動かない。ごめんや、ここじゃねえ。あ、奥行っちゃったよ。もう最悪。何これ気持ち悪い。これ食えない。ちょっと待って、目玉がない。ちょっと待って。あ、ほら、いや、ずるいよ。これやべえ。ずるいよ、ずるいよ。これもよ、これもよ。やばい、これほら、うわ、こっち見てる。うわ、なんか地味に、なんか匂いが来てる。え、もう一個。何の匂いこれ。すごい甘い。ラムネみたいな匂いするんだけど。ラムネか。いちご味。いちご。いちごかよこれが。なんか飲んだことないけどラムネ。飲んだことないのラムネ。ない。ラムネ飲んだことない。ない。つるつる滑る。できないの。今日は一回でやろうかしら。買った。ねえ、うわ気持ち悪いなこれ。そうさ、ああまあ、お前がやってるじゃん。なんでここにしたのかな。もうおかしいでしょ。汚くてもたまらない。腐ってる。ちょっと待って、どんどん開けないでくれ。こんなに食えねえよ。これ1個100円だろ。1個100円。こんなものが1個100円。嗅覚ちょっとすごいけど、これ食ってみろ。ちょっと嗅覚やばいけど、はい、匂いが。あー。前が来ない。これ。これ気持ち悪い。やる、見てた。見てるだけできるか。目玉首を食べてしまう。目玉首。目玉首ちゃん。目玉首食え。ちょっとトイレ。本当にこれを食べるということなので。おお、落っことしちゃった。やっぱりなんかこれ食えんのこれ。地中グミです。よし、いただきます。美味しいのこれ。うん。おほほほ、あれ何これ。これなんか人工的な味だね。うん、そうなのに。なんかむせ返すぞ。うん、何これ。ヨーグルトっぽいけど。まーちゃん食べて。食べたい。うん、やばいなこれ。なんか喉入っていかないぞこれ。もう手で食っちゃうか。うん、食べちゃった目玉、あっさり。
うーん、やばい。ん、なんかかわいい。中からなんか出てきたよ。これ危険。もう地球を食えんの、これ喉通れません。おいこれいける？吐き戻してるぞ。口から出てきた。おい、ちょっと食いもんじゃねえよ。涙がすごい。大丈夫。涙やばい。気持ち悪い。これ人気なの本当に。うん。意味が分かんないね。次は？え？地球。え？地球食うの？これ。これ。血が出てきた。血じゃなくて。うん、血じゃない。血が出てきてる。血じゃなくてさ、ジャムね。ジャムが入ってんだって。おい、遊んでたね。地球、あ、開いてる地球。地球もうすでに開けてある。あんたグラファン見てたんだけど、地球はどんな味でしょうかね。グラファンかけてみるの出るねんだ。地球、出たいのか。あ、金、おいで。金だ、金だ。違う違う違う、金だ。もしきしこーい。ゲロ入っちゃう。ゲロ吐けー。放送事故だよ。いけいけ、放送事故。僕興味かせるんだけど。もうやばいよ。地球の方がさらにやばいって聞いたんだけど。うん、そう。なんかラムネみたいな味で、ね、しかもね、中に液体。え？液体？でも、これ液体全然入ってるの？匂いが、匂いもまたなんかこう、なんだこれ、芳香剤の匂いがしない。食えんのこれ、日本で認可されてんの？知らない。くっせぇ。正直くっせぇ。そもそもこれ食えんの？おい、誰もいないじゃないか。いただきます。あ、あれ？大丈夫なのか？なんかね、マシュマロ、うん？味がなんかよくわかんねえなこれ。はい、目玉くん、血が出てるバージョン。これね、ネタだね、ネタ。うん。ネタ。正直ネタ、チンコン持ってこないでください。あ、チンコンのこの頭もあれだね、グミみたいだね。いただきまーす。まずそりゃ熱いじゃん。吐き出してます誰か。食べる、飲み込めないのこれ、美味しくなさすぎて。まだ飲み込んだよ。え、飲み込んだの？え、出して、あ、前ね。喉通んないこれ、通る自信がない。絶対この辺で引っかかっちゃう。もう出したい。おい、チンコンダンスしないでください。チンコンダンスしない。こっちだよ。チンコンダンスしないでください。チンコンダンス、うえ、気持ち悪い。出したよもう。もう合成着色料とかめちゃくちゃついてんだろこれ、これ。むせ返すぐらい、うん、なんだ今の。お前のおならか。おならじゃねえだろ。おい、メイン、ちゃんとグラサンかけろ。喉通りませんでした、すいません。レビューとしてはどうですか。レビューはね、なんだろう、正直ネタ食えるかどうかという点では
5段階中1。はい。5段階中1です。ネタとして面白いかっていうと、特に面白くないと思うんだけど。罰ゲームか、これは。罰ゲーム？うん。負けたやつにこれ食わせる。当たり。ちょっとこれ中身見てみましょう。じゃあ、じゃんけんしてどっちかか。負けたやつが食うの？うん。絶対食わねえな。うわ、血が出てきた。気持ち悪い。じゃあ、やるぞ。デビュー出た？いくよ。うん。やるよ。何を？ねえ、一回スプーン置いて。なんでやねん。置いて。何が入ってんのこれ。だから。何食べたいの？違う。いやもう中古食べたくねえけど俺。最初はグー。映ってねえよ。最初はグー。じゃんけんぽん。イエーイ。でもね、勝った人が食べる。勝手にルールの途中で買うんじゃない？はい、どうぞ。パクパクパク。だいたい中古でも食えねえよ。これはあかんですね。まだ1個残ってたらやめろ。これは記念に取っておきましょう。これはね、回転。なんで流行ってんのこれ。知らない。ネタでみんな買ってるだろ。もう食べられません。新婚ダンスはやめてください。ということで、飯というか食い物としてはあかん。食い物としてはきついです。やっぱ日本で作ったやつの方が美味しいな。これなんか合成のなんかですね。おい、新婚ダンスはやめてください。残り1個食べたい人。シーン。あーい。やべえ。あー、パパ食べるんだ。チンコンくんが食べるそうです。違う。あ、チンコンくんと一緒ですね。ほら。全く違う。でしょ。じゃあ、マッチを見てます。もういいわ。こんなの食えるか。食ってる人いるの大体。みんな後で吐き出してんだろこれ。うん、喉通んなかったからね。はい。ちっちゃなじのレビューです。レビューが来ましたんで。星1。ネタ性狙い。正直ネタとしても面白くないそうです。なんで銀行？いや書いてあったことをそのまま。あ、そうか。日本産の方がいいということですね。これはね、本当にそう思います。これね、確かね、スペインって書いてあったけど、スペインスパニッシュ。あげて、うっせといったことでね、ネタで流行ってるそうなんですが、これだって飲み込めないんだもん。これ飲み込めない。何、頭一回思ったことが一個ありますよ。やだやだ。どうぞ。やだ。逃げてしまいました。あ、こら逃げるなおい。といった感じなんですがね、これは食べ物なんでしょうか。巷で大人気というか、去年ぐらいから人気というんですが、まあ、自分は一度も見たことないんですけどね。まあ娘ちゃんがどっかから探してきて、これを買い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 ということで買ってみましたが、単に気持ち悪いだけなんですけど、もう世界がぶっ飛びますわ。こんなものがあるとは。はるばるとね、スペインからやってきたそうですけど、これね、なんだろう、食い物じゃない。合成着色料なんかよくわかんないんだけどさ、もうね、味がね、体験したことがない。ない。サプライズでしたよ。ということで、ではまた。